山口仁武蔵君の人生大学。武蔵健の、どうぞ、ね、スペシャルゲストで、ほうき勝久です。よろしくお願いします。人生大学今日も始まります。よろしくお願いします。どうも、もう今日も本当に ね、もうスペシャルスペシャルスペシャルゲストで、お世話になります。すいません、ほうきさんに来てもらいました。このスタッフが緊張してるのがおかしくて、なんかね、声優志望が2人いるんですよ。それはね、11回見たとか、ほうきさんのこと、あの、スラムダンク、11回見に行ったの。ありがたいね。ありがたいですけど、変ですよ。ありがとうございます。しかもね、一人は趣味はセックスんだけど、興味があって、って言うからね、気のなかったっていうのは。何隠れてる。ジュンはあれだろ、あの、ほうきさんの愛人候補だろ。っていう感じで、なんかね、めちゃくちゃ、ね、あの雰囲気で始まりますけど、よろしくお願いします。すいません、ほうきさんのゲストです。嬉しいです。安西先生と、ジンベエさんの写真を出してください。送ったでしょ。なんか一年緊張してるから、なんかさ、俺たちの時よりなんかすごい丁寧じゃない、ねえ、ね、なんかね、すみませんさ、ね、俺たちの時なんかピンポンとかって、向こうから変なシムレーターこうやってくれるんですよ。やる方が好きですか、やられる方が好きですか。あれですか、はい、当然ですが、武蔵さんは芸名でいらっしゃるんですかね。そうなんですよ。あ、本名誰も知らないですよ。あ、そうなんですか。実は東映入った時に、はいはい、本名嫌だったんでね、担当マネージャー言ったら、はい、これでいいか、こんなもん伏せときゃいいんだもん、隠れって言われて、東映っていうそういうところでね。ああ、そうなんですか。だから医者行ったり、はいはい、まあ、あのね、名古屋で、はいはい、ちょっと仕事中に首おかしくてね、緊急で搬送されたんですよ、はいはい、大事とって、はいはい、でこう待ってる時にじっと見てるんですよね、はい、本名で生まれるじゃないですか、はい、おかしいと思われてね、声かけてきてね、はい、そんなこともありましたよね。本名で似てますねって、似てますね、あれってね、不思議な顔するんですよね。ねえ、ねえ、まさか武蔵ってやっぱりすごい目立ちますよね、うん、でもね、はい、ありそうな本名じゃないですか。いや、最初にね、メソダクティンやっててある先輩がね、うん、こんな名前やめろって言ったんですよ。いかにもだって、でも、もういいやと思って、うん、今になったら絶対良かったですよ、ね、いや、そうですね、目立ちますよね。いや、こんなこと言ったら、大和たけしより全然いいじゃん。怒られちゃう。いや、よくね、彼と間違えられたり、名前最初の方ね、大和さんって父親イメージに行くと、全然違うね。まだね、そんなね、いっぱい役やんないと言われましたよね。江口くんですか。チェックです。本名チェック。で、まあ、動物の域は虐待は犯罪ですからね、覚えておいてください。ああ、そうですね。本当にね、最近多いですね。多いですね。そう。ね、人間もいじめるし。でもこれ、ホークさん、もう芸歴何年になりますか。ね、だから僕ね、もう、はい、この間記事で、みんなにお祝いしてもらって、だからもう、学校出て、はい、サラリーマンになれない自信だけはあったんですよ。なるほど。じゃあ何やりゃいいんだろうってこう考えてて。何やってるのもないですよね。うん、サラリーマンはないですよね。ないないないです。ですね、やったことないんですけど。何やりゃいいんだって、まあまあ、17、18の頃ね、そういうこと考えてたんですけど。なんかね、ふとテレビを見てたら、なんかこう舞台やってて、はい、
で大体スターってみんなかっこいいじゃないですかね、ざーっと。で自分はスターじゃないけども、ああやって舞台の脇役で、ちゃんとやれてる人たちがいて、旅公演やってなんかして、あ、なんか自由そうで生活良さそうだなと思って、あ、ちょっと今から勉強しても間に合うかなと思って入った世界って、そういうね、なんか演劇の世界だったんですよ。で、東京来たんですか？いや、もう、で、大体うちの高校全員東京にほとんど来るんですよ。九州から長崎行ったり、広島行ったりする連中も多いですけど、結構関西止まり多いですよね、九州の方って。でもね、うちはみんなね、東京来ちゃうんですよ。俺たまたま、うん、いろんな人見てて、うん、なんだけど、内藤隆じゃないですか、内藤剛志、内藤のところの前そこにいたじゃないですか、そこにいて、坂口京子っていうのは佐世保なんですよ、マネージャーが。佐世保ね、マネージャーの人が。ああ、そうなんだ。俺変な話、坂口京子に俺ここまで有名にしてもらったんですから。まあまあ、大した有名じゃないですけど、いろんな番組出して、テレビ番組いっぱいあいつにレギュラー取ってもらったから、坂口今日、内藤隆と俺は、坂口、あと酒井俊也は、坂口京子には、足向けて寝れませんから。まあ、すごいね。すんごいね。いやね、でもね、いいマネージャーです。マネージャーがこの人を自分で売り出してあげたいとか、武蔵さんだってそういうね、こう2人ともそういうオーラがあるじゃないですか、若い時は。俺なんかただの田舎者ですからね。だからもうね、ただ田舎者で乱暴者ですか。まあまあちょっと乱暴だったのはありますけども、だからもうどうやっていけばいいんだと思いながらね、まあそれはね、明らかにね、そのハンディキャップみたいなものはね、やっぱ感じました、すごくね。で、俳優座なんか行ったら、もう原田芳雄さんだとか中村敦夫さんとか、こうもうなんかさ、そうそうたるメンバー、そうそうたるメンバーいるなとかね、いろんなとこ、 こう見ると、もう、あ、やっぱりこういう世界にやっぱりね、人に選ばれるような人じゃないとダメだ。難しい、だからそこら辺は、でも時代の潮流があるんじゃないですか。いやいや、それはいつの時代も同じなんだと思う。同じですか。でも、あとはこれがあるから、これでなんとか。いや、今はこうなってるってことは紛れもなく実力があるんですよ。実力ですよ。もちろん人柄もそうですけど、力なかったらどんな人柄だけじゃここまで来れないですよ。だからね、そういうとこでもうコツ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 やるしかないなっていうのがなんかね、素晴らしいじゃないですか。自分のなんか思いだったよね。ああ、なるほど。それが一番素晴らしいじゃないですか。俺なんかもほら、最低なやつだから。いやいや、最低なやつがさ、もう楽しくずっと芸能生活を送ってるってことに対して最低ですよね。腹立つんだよね。当時で自分が入って、本当に二言三言で、山本さんもゲスト主役でやってたから、テレビでね、ほとんど同じの番組で。すいません、私もともとはテレビ俳優なんで、テレビでもう売れたんで、もう頑張りました。でもね、自分でめちゃくちゃにしましたから。頑張ります。また再び頑張ってんでよろしく。だって今日もほら、身長の話してたじゃね、落合が。野球で、でもすごいですね、それ1メーター70センチの人と80センチの人と90センチの人は全部世界が違うんだっつって。ああ、そうかもしれない。たまるんですよね。そうですね。角度が変わってくるじゃん、投手の打つ角度が。大谷はぴったりなんですよね。だからもう大谷の目線はピッチャーと平行に見えるぐらいの、ね、素晴らしい。だからもうな、だからスクエアな一番いい角度に、やっぱ政権つくのにいいみたいな角度にあるわけだよ、来た時にパッと受けたらパッていく、ちょうどいい角度になるわけでしょ。俺の周りって背高い人いるんですけど、198とか2メーターそんな、河合俊一とか、あの兄弟仲いいんですよ俺。だから2メーターになると190いくつ、あれもう限界ですよ、人間として。まあそうだよね。2メーター超えると化け物ですよ。いやいや、分かるような気がする。だってそれは2メーター超えるとあっちもすごいでしょって。いや、それを、いや、本当に、いやね、ちょっと影山って覚えてます？あのバレーボールの2メーター、2メーターの、あれ、あいつだっけな、いたんですよ。で、みんな、なんか、なんだか温泉行ったの、ずいぶん2、30年前なんだけど、温泉行った時に、って、
こうやって床がこうすぐで下掘ったようなあの湯船にいたんですよ。だってたらチャポンって入ってチャポンチャポンジョポンって言ったわけよ。いや、てかっ、ね、そうそう、もう今なくなったけど脇坂慶平っていうのはね、うん、なんか自分でね、なんか劇団やってなんかしてるのがいたんだけど、そいつもまあ背高くてね、割とあの悪役なんかでちょろちょろって出てたことはあるんだけど、そいつ、そいつが、そいつが風呂入ると同じこと言ってた。3回ドボンドボンドボンってとこするドボンドボン、足ドボン、足でかいからドボンドボン、俺もそうなの、ドボンドボン、俺もドボンドボンって足でかいから入るんだけど、ドボンドボンチャポンなんだよ。あいつはあと友人じゃないですか、野村友人、野村友人も170センチぐらいしかないのに、うん、足もでかいんだあいつ、プロレスやったから、うん、レスリングやったから、ドボンドボンってやったらダッパーンって言うんだよ。みんなこれ聞いといて、3回目にケツからドボンって入った方がいいぞ。それでかいところだ。これはこう、そう覚えてるからよ、これ純ちゃん、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 野村友人って言うと、普通でこんぐらいだから嫌だね。いや、本当に普通でこんぐらいなんだよ。ね、もうねこれ、でもね、この会話はね、どうもね、違う違う違う、男だけの会話みたいでさ。いやいや、じいちゃん喜んでます。いやいやいや、女性はね、出かけたらいいってもんじゃないっていう人多いよね、割と。あ、そうですね。嫌いっていう人も意外と多かったり。ちょっとぐらい大きくて、自分の大きさに広げていくのが楽しいですよ。壊れちゃって入んないでしょ、そんなの。ねえ、絶対に。ねえ、だからシェイプアップガールズの、今エリー女房、女房は結婚していた時に、あ、結婚しますって言ったら、俺のところに報告来たんですよ、山口良幸と一緒にみんなに来て。だから、そうか、お前、俺一言言ったのが、あの時の大爆笑だったんだけど、お前、穴だらけにされちゃうんだって一言言ったことが、今でもね、なんか胸に刺さってるな。今、LDH ですか、あのヒロ、うん、EXILE のヒロのアメリカの会社の社長やってる。うんうんうん、あんまりこんな話で言っちゃうのもせっかくなんで、もっといいこと聞きたいですね。そうですね、せっかくですね、すいません、ね、あれ、ほんとサザエさんなんですけど、はい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 、国民的番組じゃないですか、はいはいはい、あれなんかね、やってこられてね、はい、ああいうのってやっぱり役によって全然違うじゃないですか、はいはいはい、ああいう番組やっぱり楽しいですか。ね、あ、僕は今ね、ドラえもんずっとやってるんですけど。あ、ドラえもん、はい、今、今やってます、やってます。今、現在進行ですね。はい、そうです。あ、で、雷さんつってね。あ、雷さん、はわかりますよ。隣のおじさんで。わかりますよ。またお前たちか、こらーっつって、ね。ねえ、ちょっと感動。植木町ばれて。教えてくれないんだろ、全然。いやいや。で、なんつうんでしょう。これはね、声優の世界は声優の世界なりの楽しさはあるんですよ、やっぱりね。マイクの前で向こうでこういろいろ動いてるものに自分の声を当てちゃうっていう、でその当て方が良ければ面白いし、でその声の選択は自分で自由なんですよ、特にアニメの場合はね。なるほど、はいはい、だからもう高い声でそう言ってもそれは面白ければ OK になっちゃうんですよ。なるほど。でまあ、もうだから選択が自由なんで、はいはい、そこでちょっとクリエイティブする喜びはあるんですよ。あ、なるほどな、うん、だから逆に言うと外画なんかの方が個性がもうはっきりこうしてるじゃないですか、はい、それと外画のその役者が発してる声があるじゃないですか、はい、ですね、うん、チャールトン・ヘストンだってなんだってみんなね、でそれに合わせてそれに合うような人の声をまあ一応選んであるんですけど、はい、その範囲の中からあんまりはみ出せないっていうか、なるほどね、はい、だから そういう意味で作る楽しさっていうより もういかにその雰囲気を出してその、はい、そのようにやるってことにこう神経進むけども、はい、アニメはね自由なんでね、あ ちょっと嬉しいんです、そういう意味で、ね、自由っていうのね、はい、だからジンベエっていうその役をもらった時に、どういう声 でその前に僕はね、まあ、ワンピースワンの人はよく知ってると思うんですけど、月光モリアっていうのをやったんですよ、はい、で月光モリアっていうのは非常にロック歌手みたいなロックスタイルみたいな首の長いもうね非常にロックンローラーみたいなね、
男だったんですよ、はい、だからそれに、まあ、最初にそれが来たんで、はい、こうやって見てたらもう俺どっち低い声の方がいいのか高い声がいいのかなと思って分かんなかったんで、はい、両方やるから聞いててつでて、はい、面白い方を選んでくれるっつってね、はいはいはい、でそしたら僕はもう高い声でやった方が全然面白いですよ、はい、なるほどね、それで行きましょうっていうから、はい、ああじゃあそれで行きましょうって言って、はい、それはね結局今のね人名につながるんですけど、それをやってたおかげで、はい、人名の役者さんがね、もうちょっとしか出てなかったんだけど、僕じゃなかったんですよ。あ、ちょっとですか。うん、僕じゃなかったんです。で、その方がちょっとね、あの、いろんなあれで事情でできなくなって、はい、でオーディションがあったんですよ。はい、それでじゃあ俺にも受けてくださいって言ったんで、はい、なんで人名って俺大岡七部会はもう月光もややってんだからもういいんじゃないのって言ったら、いやいや、あのオーディション受けてくださいって言うから、その月光もやでめっちゃ高い声を使ってたんで、もう今度は低い声でやるしかないんですよ。あ、もう高い声で使ってますからね、はい、はいはい。それで、そのゴーリー大輔ってゴーリーちゃんっていう、もうね顔は俺の2倍ぐらいでかくてね、うわーって声出すんですよ。これかなわないなっていうかね。ではもう それに寄せちゃうともうダメだから、もう自分の低い声で自分なりにもやっちゃおうと思って、もう自分の感じでバーンってやったんです。そしたらね、あの時大体7、8人受けてんでしょうかね。大体まあ顔ぶれは分かってるんですけどね。お前もか、お前もか、お前もか、お前もかって、これ大体ね、あの黒人の洋画なんかでやるじゃないですか、はいはいはい、で黒人の声よくやってる連中とかね、あのこう、はい、こうつい声出す連中が集まってるんですよ、はいはいはい、でそれを称してね、はい、日本黒人連盟って言ってるんですよ、俺たちは。なるほど。でそれをもっと略して日黒連って言ってるんですよ。それ逆に今黒人の人見たら人種差別に怒る人いますかね。怒られちゃうかもしれませんよね。はい、それはね、差別差別、うるさいです、うん、その辺は追っておきましょう。でもね、あの大きな気持ちでね、うん、面白いなと思ってもらいたいですよね、うんうんうん、だからそのなんていうのかな、あの僕らもうほとんどそういう、はい、あの黒人の人たちのこの大きな、ね、声をやったりなんかしてる連中が多かったんですよ、はい、なるほどね。それでもう、まあ、別に俺も月光盛りやってるからまあいいやなと思ってたら、はい、その俺が受かっちゃったんですよ。あらららららら、ね、確かにどうでもいいやと思った役こそ受かっちゃうこともありますよね。あるですね、まあ、よくはないですね。いや確かにね、あの、自分これあるでかい役が決まったんですけどね、ところが、まあ、これ決まんない役だから、その中で、うん、あの当時の CIA にあの関する日本の 裏を仕切ってた、そういうの中野学校とかいろんな出てきたんですよ、はい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 、あこの頭やりたいとだったら、うん、どうせこの役は無理だろうと、はいはい、ところが監督はこの役を目当てて自分に面接で会いたいって来たと、はい、知らなかったんですね、はい、ところがまさかこれ受かると思わなかったんですもんね。俺的にはイメージ的に今までそういうのやってたから、はい、中野学校とかそういうのがやりがやるって、はいはい、非常にこうもうなんすかな、あのよく俳優ってこれやったからもっと違う、俺なんかもう徹底的にそれやりたいタイプなんですよ、どっちかとね、うん、だからそっちでもいいから、もう決まったんですかね、もうあれも K のやつですね、渓谷のやつです、ね、そうです、もうあれも決まってる、ね、俺的にはね、わかんないもんだなと思いますね。前、まあどうでもいいやと思って開けであると、まさに今ホーキさんがおっしゃってた、なんか受かっちゃったとかね、ありますね、ありますね、ええー、っていうね。だからまあ日本の映画界では割とその黒沢さんのオーディションがあったりなんかしましたけども、普通あんまりオーディションってないですよね。大体あのデキレースですからね、デキレースだから腹立つさ、日本はね、あでしょ、デキレース腹立つさ、ね、そういうのがあったら俺もどんどんオーディション行ったのにって感じは、自分思い出しますよ、一応デキレースだと思って受けて、うん、最後にあのできてんだろうってでかい子に言ったお前、できてんだろうって何の意味だか分かんない、できてんだろうっつってアドリブでね、はっていう、ひどいこと言ったことあるわけ、問題ですね、もん大問題ですよ ねだでも大体できレースですよ、だから海外の、だからあの、うん、
自分が 5,6 年前に受けたやつも激レースでマイケルマンで、うん、あの東京バイス、うん、受け入ってやったら受かった、はい、OK、分かった、役で受かってるんですもんね。ギャラも良かった、役で受かった、ほぼエキストラですよ、うん、ギャラは良かったんですけど、1話で降りましたよ。考えたらそこに松竹が入ってたから、うん、松竹が悪いわけじゃない、松竹のプロデューサーが入ると大体おかしくなるんですよ大体。なるほど、ね、日本はダメです、うん、日本はできるやつですよ。だ本当にその事務所関係なく直にやるのが一番いいですよ ね海外と直にね。その時に友人と会ったら、はい、友人が「人生何やってんの?」って「奈良橋陽子はプロデューサーだ」ってお袋、ああ奈良橋陽子っていいんじゃないですか、うん、はいはいはい、だからそれの息子なんですよ友人って。ああそうなんだ。そういうのね、入ってるの知ってるとなんか見ててやんなりますよね、うん、やんなりますね、もうがっかりしますよ、ね、それで降りたんですけど、奥さんみたいにちゃんとそうやってやって思わずって、うん、そういうだからその声優の世界がまともなんだなってよく分かりましたよ、うん、あそういう意味ではね、だから役者の世界はね、日本の役者はオーディションなんてもリキレースだから、あそういうのあるよね。それとね、あのほら別に組合がいいとかなんとかってはないけども、うん、やっぱりユニオンがアメリカなんかものすごいし、しっかりしますね。ものすごいじゃないですか。この間まで日本あの映画外側が全然日本に来なかったんですよ。その吹き替えのために、それもう、うん、ユニオンがストライキしてるから、映画が完成できないから、はい、って呼んで日本にその外側がしばらく来なかったんですよ、1年ぐらい。なるほどね。でそれもストライキしてるから、してましたね、それは。だからそのあれだけの資本主義国家なのに、やっぱりユニオンっていうかその技術さ、ね、そういうものを守るためのその組織っていうのは全部もうストライキやりますよね。もうやります、しっかりしてんだよね。そういうになってほしいですよね、日本ですね。なってくんないと困りますよ本当に。だからその辺はなんか非常に日本は曖昧ですね。曖昧、組合やるっ ったらやっぱお前赤だろとかさ、なんかそうなっちゃうじゃない、ね、ほんと言われますからねなるよね、うん、だからそのこと言ってるから、うん、あの TBS がね、うん、在日にみんな乗っ取られちゃうんですよ。ああそうなの。そうです、在日ばっかりですね、逆にね。ああそうなんだ、まあ、だからね、ちゃんとやんないとダメですよ日本も、うん、そういうことは言って大丈夫なの。全然関係ないですよ、何でも言ってるんですよ。何でもここで言っていけないことは大体ね、うん、いいんだよ、何で言ってもな、何言ってもいいって約束でやってますか。あのこういう、なんていうの、芸能関係とかそういうあれっていうのは割とその多いよね、在日の人とか、ね、うん、別に俺 ABEX でも在日がね、悪いじゃなくて、うんうん、在日を朝鮮人と韓国人でもいいけど、うんうん、やって、うん、それで反日やるんだったら出ていけって話ですよ、うん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 、いや反日だって日本なんですから、ここ、うんうん、そうね。いや細かいこと話しちゃうとまた、まあ、いろんな話になるけど、うん、まあ、いやそう思うんですよ俺、ね、本当確かに、ね、反日やるんだったらお前出ていけって話ですよ、うんうんうん、ね、これ素晴らしい国なんですから、あ、まあ、自由の国であってほしいですね。いやもう最悪ですよ最近ね、ところはそうじゃないんですよね、うん、自由だって表で沙汰言ってますけどね、選挙結果はね変えられちゃうしもうひどい国だよな、まあね、もうその辺になるとちょっとね、いろいろ分かんないけどね。もうでも難しいんですけど、もう、まあ、告発した人がもう今出てきてるんですよ、3人ぐらい、うん、選挙委員会のやつが出てきて、うん、てん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 って書いてあるのがあったら、これは子だって、小池だって、うんうんうん、って言ってその票があったとこの500票は全部小池になっちゃうのがあったっていうのが告発した人が、はぁ、選挙委員会の人が、ああ委員会の人、ね、実名と顔出しで9時に終わると、その後に、あ、何時かに終わると、その後のね、なんかそれをなんか言ってたんです、あんまりあれしない、びっくりしました、大丈夫かな、いやで、これでもいろんなことあってもひっくり返んないでしょ、絶対圧力かけるし、またそれなんとかしなきゃダメですね。それとさ、本当だね、昨日俺、はい、久しぶりに電車に乗ったんだけどさ、はい、朝ね、あ、免許のあの書き換えに行かなきゃいけないんでさ、あ、だから東西線で、ね、成平ですね、成平とか、ちょっと忘れちゃった、これですね、江東区の、うん、江東区のね、はい、試験場まで朝8時半ぐらい電車に乗ったのよ。でね、
もう満員なの、超満員なのよ、うん、朝で、あ、俺はサラリーマンになれないっていうことを自信持って言い切ったのはこのことなんだなってね、なんかね、もちろんもちろん第一ですよ、ふっと思っちゃったよね。それ無理ですよ絶対。いやだからなんだ、いい女相手ちょっと、あれをさ、いい女相手のこと、毎日365日すごいですよ、やってる人っていうのはもう なんとも言えないね、その持久力、耐久力、我慢強さ、神ですよ。いやもうすごいなっていうかね、ですね、その世界の中でちょっとこう進歩していくようなさ、ね、給料があるようななんとかっていろいろあるわけじゃない。いやこれ、それとね、もうギャーギャー騒いでてくれた方がまだいいんだけどさ、シーンシーンとしてさ、ほとんどスマホ、もうスマホ見てこうやってるからさ、ほとんどが何もうね、なんかね、変な世界に入り込んでるみたいな。だからなんていうんですか、オタクのね、なんか世界に行ったような、本当に不思議ですよ。だからその物音立てちゃいけないとか、静かにしろとか、綺麗にしなさい、掃除しなさい、もう なんかさ、本当にそういう意味ではもうクリーンな国なんだよね。ものすごいですよ、もう礼儀正しい国ですよ。そうそうそう、それがね、なんかね、どうも気に入らない部分がどっかにあって、椅子に座っててやってて、毎日なんか出したって分かんないぐらい、ほんとそうですよ、皆さんも。いや、こうやってパッと見たらチンコがあったとかね、そういう話ですよ。いや、ほんと全然分かんないですよ、ありかもしれないですね。いや、そういう話ばっかりしてる。いや、やるなよ、やるなよ、なあ。いや、でもほんと、俺もね、今ホークさんの話が出た瞬間に、うん、なんか満員電車で、いい女がいて、うん、あのケツのとこに下半身が立って、なんか勃起でもしたのかなって話したのかなと思って、ちょっと期待したんですけど、ちょっと違ったんですよ、すみませんでした。いや前にね、ありました、あの出た、あの最終電車近くに電車乗ったんですね。そしたら乗り換えたところに一気に来たら身障害の女の人、あのフィリピンとか言葉俺挟まっちゃって、完全にこれもう塩から挟まられちゃって、うん、体がもう圧迫するわけですよ、うん、これちょうど女性のお尻が俺の声がこう振ってくるんだ、こうやってね、からかってます。何をするんだこの女性はと思って、いからかってますね、いかんなからかって、いかん、いや、いかんなと思えば思うほどこう、なるじゃないですか人間ってね。そういうもんじゃないですかね、実はそうですよ。あーと、もしゃあないやと思って、香水の匂いがするしっていうね、二駅だったからよかったですよ、これ。でも、半分、もうちょっといたらどうなったのかとか、ね。4駅だったら出てましたね。出てました。そうか、羨ましい話。結構そうなのかなと思って、俺もね、俺ですよ。俺、あの、下ネタばっかですから、俺たち。すいません。いえいえ、全然。もうね、女大好きですから、皆さんね。もう下ネタ世界を作ってね。そうそう、下ネタの世界です。嬉しそうな顔してるよな、いつも肌してるな、ここな、まあ、お前も嬉しそうだけど、何気に純ちゃんも嬉しそうだな、もう危ないよな、純ちゃん何気にあの顔してる、やらしいんですよ、純ちゃん。めちゃくちゃ耳でもう耳担保ですよ、耳担保。いや、相当訓練されたんじゃない、もうね、男ってどうしようもないなってるの。最低だもん、ね、そう思ったでしょ、絶対そう思うよね。男って一発やるだけで、そのためにあの選手くん、プレミアリーグ、あのドイツリーグが行かざった彼、女回しちゃって、6億か8億パーでしょ。で、来年は50億とか言われてたんだよ。すごいよね。一発やるために男ってバカだからね、本当に。気をつけてください。今日ね、体操の女の子がね。あ、タバコね。タバコとお酒で。いいじゃね。つかね、もうタバコとお酒で。あれ、内部告発チンコロでしょ。チンコロでしょ。チンコロでしょ。あれだけど、あのどう思いますか、酒とタバコなんか別に18超えたらいいじゃないですかね。結構スポーツ選手はやってる人いますよ、うん、アメリカ言わないだけなんで。アメリカ16ぐらいからでしょ。アメリカ10、あ、そうそうですよね、確か、うん、アメリカっていくつからだっけ酒とタバコ、うん、だから調べてみて、だ基礎規定でもやっぱりね、きっちり歌ってる。日本は結構遅いじゃないですかね、これね、うん、もういいじゃないですかね、売ってるんだからね。いや、まあ、見つかっちゃったっていうかね、作られたんでしょ。そうです、完全そうです。なんかそこのね、
マリワナとかさ学生だったらまずいけど、はい、別に酒とタバコなんかどう売ってるんだ、国が率先して売ってるんですよ。あれ私とレズやったとかね、そんなんったら ね、レズ、いやそんなんだったら別にどう、レズだったらいいじゃないですか。21歳アメリカ酒からみんな知ってんじゃん。え、ね、21歳からなのからってことは酒もタバコも厳しいってことだ。じゃあ なんでみんな知ってんの普通に。意外とアメリカってさ、自動ポルノは絶対ダメだ。あれはもう絶対ダメです。いろんな意味ではすぐバクれます。意外と厳しいとこある、ね、厳しい、すぐバクれ、州で違います、ね、あ、州、なるほどね。お前なんか今日丁寧だな、お前ホークさんがいるから。いやいやいや、俺たちの時なんか 2,3 分ずれますよね。そうですね、皆さんと2人ずれますよね。ちょっと待ってください、ね、ちょっと早いですよね今日ね、ホークさんがいるから。なんか早いズボンだよ、早いって言ってもらうよ。それで下ろしてんだよ、大丈夫か。お前ら本当は付き合ってねえだろ。すいません、これ中一の話ばっかり。すいません。だから何なのよって言われるかもしれない。今日ねちょっともう、ね、いやね、今日早く来たからこの番組の前でね、質問が2つ出したんだよ、こうやってな、うん、受けてたよな、これな、うん、急遽書いて買って出したったっけ、うん、もうこれ喜んで、なんか あの前の番組の方に、ね、2つも出したってね、ちょっと1曲いきますか、1曲。そうですね、1曲いきましょう。ちょっと1曲いきましょう。ホークさんと打ち合わせですいや、何でも喋っても構わないですから、大丈夫です。そうですか。なんで、この間浮気したとか、いい女だったとか。こっちからなんかね、やっぱり。お願いします。多分私じゃなくていいね、余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日の笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なとこも全部嫌いじゃない。君じゃなくてよかった、もう泣かされることもないし、私ばかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れでも、時間が経ってば忘れてく。新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もう顔も見たくないか、それはもうオーディションなんですね。そうなんですよ、すごい可愛いじゃん、黒木彩香ちゃん。明るいんだよね、彩香ちゃん。もう今度一緒にホークさんと一緒にゲスト来てください。4人で喋る。あれは明るいんだよ、なんとも言えない。なんか黒木彩香さん、これマイク入ってますよ。もう入ってますよ、入ってます、入ってますね。続けていきましょうか。なんだっけ、スラムダンクいいですか。はい、つないで。フォークさんと俺たちの時と全然対応違いますよね。なんか心に残ったなんか映画とかそんなってありますか、はい、ドラマ映画とか。ああ、僕はね割とあのアメリカのあの、はい、
もう全世界興行して回るような映画よりも、はいはい、割とヨーロッパのね、あの小作品がね結構好きなんですよ、はい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 、だからポンヌフの橋だとか、はいはい、床屋の女房だとかね、はい、なんかね ああいう、まあ、あとまあイタリア映画だとかね、ひまわりだとかね、なんか、あ、ひまわりも、まあ、何ですね、ポヌブ、ああいうのは割と、はい、まあカトリーヌ・ドルフのね、ポヌブもうバカみたいに綺麗だったですね。カトリーヌ・ドルフは渦潮でね、あ、渦潮ね、もう一度行きました、はい、行きましょう、はい、いいですか、スラムダンク、あのホウキさんの安西先生の、はい、よろしくお願いします。
しい曲です。感動ですよ。早いね、今日は早いね、なんか早いね。お前なんか悔しいだろ、もっと引っ張ってほしいだろ。あいつ可愛いじゃんね。ねえ、一つ本当に、ね、日本はね、この分配が悪いという話してたんですよね、歌の間に ね、うん、ね、やっぱりヒエラルキーの中、ヒエラルキーがあって、うん、日本ってもしかしたら北朝鮮より社会主義かもしれないですね。いや、あのね、それはね、俺もね、ちょっと言いたいんだけど、はい、こう、一見みんな優しそうに見えるんだけど、その、上西監督の映画もそうなんだけど、パッと自分たちとは違うっていう人間に対しては、ものすごく冷たいよね。あの、昨日もほら、子供が、あの義理の親父にお腹が、ね、虐待して死んだってニュースが出てたじゃない。で、あれだってもう何回も言ってんだから、警察もその相談員も。本当ですよね。ああいうとこはね、強引にもうね、冷たいですよ、引き剥がして、もう2度も3度もやんだったらもうダメだっつって、スパッとね、切り替えるぐらいのね、なんかある種のその強さがね、はいはい、なんかダメなんですよね、突っ込めないですよね。そうなんです、役所のやつ突っ込めないですよ。だから新宿とか、うん、なんかあの、渋谷とか慣れてるとこは、うん、ガンと突っ込んでってあの、うん、シェルター持ってっちゃうんですよ、うん、あの母親と子供持っていくっていうのは、うん、俺あの何度も見てるんですけど、うん、地方は特にダメです。いやもう本当にね、だからもうビビってんですよ。ああいうの見ると、別にその家庭は不幸だったかもしれないけど、うん、その周りのね、役所とかね、分かっていながら助けられないってことほどね、切ないですよね、なんかね。いや、ほんとひどいですよ。あるところ、あの JR 東日本かなんかの新幹線の防犯カメラ、はあ、あれを提出しろってある警察が言って、はあ、あの見えないんですよ、はあ、あのかかんないっていうか、だからこれちゃんとしたのを出してくれって言っても JR はこれ以上出せないんですって。何なんですか、です盗難した映ってるじゃないですか、はあ、それを見るために分かんないんですって、だからちゃんとしたのを出してくれって言ったらもうこれ以上ないって、警察それ折れてるんですよ。だこれだから本当にもう考えられない話ですよ。腹立ちますね。東日本のあの新幹線ですよ、東北新幹線の。だ本当に日本っていう国はね、もう時間なくなっちゃいましたけど、北さん今後まだ、はい、なんかどういう方向でまた新しいのやりたいとか、そういうあります？せっかく今日いらしたんで、ね、役者でした。いや、あのそういう声でも何でも自分がこういうどういう、例えばもっとこういうのやりたいとか、今まあ満足してらっしゃると思うんですけど、いや全然全然満足して、もっともっとだと思うんですけどね、当然ね。もう今もうね、あのそうそう、あの上西監督のあのね、はいはい、あの一くず、ね、あれを見て不覚にもね、あなたも泣いたんだよね。泣いた。あれも泣いたんです。あれはね、それはね、ずるずる児童虐待の問題ともうもろに絡んでて、そうですね、やっぱりね、あのね、泣きましたね。あれとヌー、あとヌー、はい、ヌーね、ヌーの恋の子、上西腹立つわ。いやだから、まあ確かにうまいですね。ああいうのはやっぱり映画も映画祭も絶対食いつきますもんね。いやいや、賞取ってますもんね。あれはね、やっぱりちょっと魂震えるぐらい、あのね、いやそれでね、あのね、あのろくでもない男2人いたんですけど、はい、もうめっちゃすごいよ、あの2人役者、もうこの役者殺したくなるなっていうぐらいの役者で、でもだからその見せ方なんだから、うん、そういうふうに思えるんですから、知ってるのに、うん、ああやってんなじゃなくて、うん、なんだこいつと思うんですから。知ってんでしょ、あの知ってます、知ってます、ね、それを見てて、上西がそうやって演出する、上西さんある意味だからって、まあ、いやいや、天才ですよ。まあまあまあ、そう思うね、腹立ちます。そういう方がもっともっとね、はい、あのどんどん、ね、出てってもらいたいですね。いや本当そうですね、全国展開してもらいたいですね、はい、海外も出てってもらいたいですよ ね、 ね、ああいうそれは才能のある方、他の先生から、いや才能のある方はね、大体ね、逆輸入になっちゃうんです。あ、そうですね、海外からですね、海外、ね、もうみんなそうですよ。小沢誠さんもそうだし、竹光智美さんもそうだし、もうみんな海外でグワーンと行って、YMO も海外でバーンと行って日本へ戻って、もうね、才能のある人がね、日本の中でぬくぬくとは育てられないようなね、日本の環境ため、ところが日本ってあの出るって潰しに来ますもんね、教員になるんでね、潰しに来ますよ、本当に潰しに来ます。黒沢さんだってもう天才じゃないですか、はい、で晩年はいろいろあったにしろ、はい、
あの人は国宝級だから、はい、国がね映画が撮れないって言うんだったらどんなスタイルだって撮れないわけないんですから。そうです、思いますね。だあのね、あの晩年は、はい、すごいなんかボロカシに寄ってたかって、はい、ボロカシに行ったでしょ、はい、あれは俺もうものすごい腹立ってましたね。海外はね、そんでやりましたからね、はい、日本じゃなくてね。それで全部あの彼を慕ってる海外の監督たちはお金集めて、あのトラトラトラ、あれは日本がやるべきですよね。もちろん本当に情けなかった。もちろんだからね、そうそう、日本の中枢にいるね、仕切ってる人間たち、まあ、文科省は良くないですよ。なんの、はい、文科省です。文科省は、もう文科省は芸術を、そうです、ね、育てるってつもりは全くないんですよ。ないね、お金になれ、だからあいつら本当ですね。いやそれとね、彼らはね、今日の電車、昨日の電車で見たんだけど、あの電車の生活をずっとやってるもんだから、ああそうやって自由にこうやってね、こうやって言ってきたに対してね、めっちゃくちゃ嫉妬心があるんだね。あるかもしれないですね、うん、っていうふうに俺なんか羨みしちゃうんだけど。なるほど、ね、そこで、あの韓国みたいに、うんうん、チケット1500円のうちの 30% ぐらいを映画の育てるために使ってるじゃないですか。そこら辺で韓国に負けてることが腹立つわ。そうですね、まあ、だから映画人が育てないんですよね。海外で勝負するしかないですよ。今海外認めてくれるでしょうかね。ああ、これは武蔵さんが今のスペインの方でノミネートされてね、うん、売れて逆輸入されたらもうこれ予告編出ますね。セブンヤクザ、スペインマドリードの映画祭で9部門ですかね、ノミネートされてるんですけど、まあ賞取りたいですよね。いやもうレッドカーペット歩いてください。まあ、付き人で行きますからね。予算がないから行けないですよね。本当誰かね、出してからしていればもう行く分ぐらいはね、行く分ぐらいカンパしたらね、いくらチャリンコで行けますね。山本さんが本当にね、もう素敵なもうゲストでいい味出してくれてね、自分の兄弟分でね、お願いします。あれはもう絶対大事なことだったんです。ありがとうございます。俺はどれだけの罪を犯してきた。お互いになりき、共に生きてきた兄弟がおらんようになるよ。頭が抜けるのはあんなに無事だよ。親分が殺された。肌をやった男、撃ってみろ。その張本人が分かったんです。あんたは組を裏切ってた。お前になったらとことん付き合ってもらうべ。ショートムービーなんですけど、もう最高ですから、ね、まあね、ショートムービーですね。でこっからもね、ロングに行くとね、40分なんですけど、全部の長編も何も入れてノミネートされたんですよ。これはちょっと入れるじゃないかと。全部なんですか。全部ひっくりで、その短編はノミネート入んないじゃないですか。それも長編よりも短編にこれがノミネートされてるって、だからすごい異例らしいんですよ。まあいいものがいいですからね、自信を持って私は言えます。まあ、自分なんか70点60点のレベルなんですけど、まだね。だこれでもし賞取って本当に資金が潤沢にあればすごいの取れますよ、うん、このヤクザ映画で勝負できますよ。もう実感見ましたよ、うん、いい本書いてね、本当にヤクザが詳しく、まあ、知ってる監督といろいろ演技構成しながらプラン立てて、あとはキャメラですよ。キャメラが本当にね、絶対キャメラなんですよ、全てね。キャメラ大事ですよ。キャメラなんですよ。だからあれでしょ、一口をもう一回取り直すってことでしょ。それは素晴らしいことですね。金はね、カメラワークはね、ああやっぱりキャメラワークでしょ。ライティングはちょっと悪かったですかね。カメラワークとライティングと音響はやっぱり、うん、そう、技術的にまずいから、うん、もう一回取り直せばカンヌはもう全然 OK だっていう、あのカンヌから言われたとは言える。あ、でもあれは取り直すのも絶対いいですよ、ね、やってもらいたいですよね、うん、だからあの予算かければ、あの数十倍いいものができますからね、 あのままでね。音がちょっと悪かったんですよ、聞いてても。絵、ね、もあと照明も、そうそう、要は金かけられないから帝王さんの場合どうしても座ってたんですよ、ね、全部オールロケだもんね、部屋の中でも、ね、だからあれよくやったんですよ。いやいや、そう全然その感動は同じぐらいに味わえてるから ね、うん、ありがたいです。今年の、ね、4月か5月ですか、あの、ね、大木さんと一緒にやった、上西の、なんつっけ、
西根五郎の4億円もパート4ですっけ、12月ぐらいかな、はい、あそうですか、でなるんで、これ予告にできたらぜひね、騙してもらってください、ぜひお願いします、ハトのおじさんでね、あとはウィンシューだな、ホウキさん紹介して会った時にもう喫茶店で話したら役ができちゃったんですよ、ホウキさん見て、あ、いや、ホウキさんぜひこれをやってください、あの、なんですか、ね、情報屋、情報屋のハト、ゴロウ、ゴロウすけ、すごいですね、ウィンシューがもう絶賛してました、よかったですね、やっぱ出会いですよね、いや、もう本当に出会いだと思いました、ね、これが出会いで、また、あの、あと、存在感ですよ、ね、いいもの撮りたいですよね、ありますよ、で、これでガッと普通にセリフ喋っちゃうと、はい、みんな持ってかれますから、大木さんのね、あの声の良さは最高ですから、カウントダウン終わりカウントダウン、やめていいの、延長じゃないのいやいや、ごめんごめん、大木さんありがとうございました、ありがとうございました、本当にありがとうございました、楽しい時間、また来てください、よろしくお願いします、よろしくお願いします、また、お願いします。